コクチバスは、オークチバス属産フィッシュ化に分類される、淡水魚の一種、ミクロプテルスドーラムに当てられる、標準和名である、ニア種を含む、日本に生息する、個体群は、現名アシミクロプテルスドーラムドーラムであり、英名を、ノーザンスモールマウスバスというが、この場合の和名は確立していない、オークチバスエムサマナイズなどとともに、通称、ブラックバスと呼ばれることが多い。 大口バスと同様、北アメリカ原産であるため、分布拡大が問題となっている。北、アメリカを原産地とする。日本に入分布する。生魚の体長は30から50センチメートルほど。記録されている最大個体は69センチメートル。断面は、側編し、アイ魚以上の個体は、頭部後方から第一、背びれ前方にかけ、背面が盛り上がる。 体色は背から体側にかけて茶道色、覆面はやや褐色がかった白銀色を示す。危険を感じたり、捕食行動をとったりする際、また夜間休息中には体側に顕著な虎島状の模様が現れる。大口バスと比較して口が小さく体色が茶色、または褐色、多くの個体で上顎の後端は目より後ろには達しない。また、 国地バスの方が体高が高く、鱗が細かい。側線上部鱗数は、大口バスが八なのに対し、国地バスは十一から十三である。大口バスが、比較的温暖な四水域から緩い流れを住みころとするのに対し、本種はより冷水、流水に適応している。原産地では推定に、丸石が転がるような清流、渓流、成長な故障等に多い傾向にあるが、日本では、 河川の中流域から泥底の寄水域まで広く見られる。他の魚、水性節足動物、水面に落下した昆虫等を捕食する。体長の44%から66%までの体長の小魚を捕食している。寿命は、大口バスよりもやや短く、通常8年程度とされている。ルアーにより釣り上げられた小口バス大口バスよりも低水温を好み。 流れの速い河川でも生息できるという性質から、大口バスが侵入できないような軽流域や流水域にも侵入し、在来生物へ影響を与えることが危惧されている。捕食が確認されている生物種は、アユ、イワナ、ウグイ、ヒメマス、ヤマメ、ヨシノボリ、ワカサギなど幅広い。こうした悪影響を考慮して、日本生態学会では本種を 日本の侵略的外来種ワースト100に選定している外来生物法による特定外来生物に指定されており無許可の生きたままの使用、保管、運搬、輸入が一切禁止されている。沖縄を除く都道府県の内水面漁業調整規則で移植が禁止されているほか、琵琶湖などでは再保地点での同所的再放流も規制されているので注意が必要である。 中禅寺湖やモトス湖では、ハエ縄や刺し網を用いて駆除が行われている。日本では1925年に、赤星鉄馬により、本市も大口バスと共に、足の湖に放流された。原産地北米で、長魚価値が大口バスをしのぐとされることから、赤星は、小口バスの移植にも、意欲を注いでいたが、結局当時の移植事業で定着したのは、大口バスだけだった。 1990年代初めに、国地バスが、福島県ヒバル湖で発見された後、長野県のジリ湖、木キ崎キ湖などでも生息が確認された。また、1995年中前事故、2000年代前半に、長野県千曲川をはじめ北海道から、宮崎県まで、日本各地での繁殖が確認されている。分布が拡大した時期には、日本全国に移植放流されている和や、 ゲンゴローブナの生産地からは発見されていなかったため、これらに混じった放流による拡散ではなく、コクチバスそのものの移植を目的とした放流が指摘されている。一方、1990年代前半に生息が確認された長野県のジリ湖や福島県ヒバル湖では、ルアーフィッシングの対象魚とされ地域の観光資源として利用されている。モトスコでは、 1997年から潜水士による潜水調査をもとに産卵床の埋没や刺し網、水中銃を利用した捕獲を2004年まで行い、2012年まで発見例がないために根絶したとされている。他に中禅事故でも根絶に成功したとされている。まとどな発プロタイプの分析によれば、原産国のアメリカ合衆国エリーコの個体を対象とした調査では、 112個体から8種類のハプロタイプを確認しているが、日本国内における遺伝的多様性は低く208個体から O、N、P の3種類しか得られなかった。日本国内での分布には地域による偏りがあり、福島県ヒバ湖では N、P が確認され、長野県異性では P、または N のどちらかが優先する傾向がある。したがって、日本国内は、 遺伝的多様性の低い同一の原産地から1回、あるいは数回の移入で2種類のハプロタイプが維持できる十分な個体数が福島県及び長野県に最初に密放流された後、各地に組織的な放流で広まったことが遺伝的な解析からも示唆される。コクチバスはオオクチバスと比較して引きが強いと言われている。また生息域も河川に多いため、 それも引きの強さに起因していると思われる。上述のように生息域も、河川、やや綺麗な水質の故障を好むこともあり、本種も、また優秀な食材となりうる。特に、河川に生息していた個体は、身が特に締まっており、歯応えも良い。しかし、日本、アゴクチ口シなどの寄生虫がつくため生殖は、推奨されない。また、寄生虫症の発症が報告されている、ブロンズバッグ、 ブラウンバス、ブラウニーブロンズバス、ベアバックバス、ありがとうございます。